こんにちはフォーサイト専任講師の神田です、えー、通関試試験まで1週間を切ってまいりました、えー、この不安な時期にですねぜひ意識しておいていただきたいことを1点お話ししておきますこの時期にですね、えー、正直もう本試験を受けるのやめようかなというふうに、えー、お呼び越しになってしまう方っていうのは毎年多くいらっしゃいます まあ数字から見てもですね皆さんご覧になったことあると思うんですね受験申し込みをしているけれども受験者数とギャップがありますよねまあいろんな事情があって受けられないという方もいらっしゃいますが、えー、少なからずですねもう十分準備できてないからもう今年はパスしますとを言ってしまう方も残念ながらいらっしゃいますこの動画を見ていらっしゃる方皆さんには絶対そういった選択はしてほしくないと思いますではどうするかと なりますすと来年ですね想像してみた時に、まあ、ちょっと今からね来年の話っていうのもちょっと良くないかもしれませんがもし同じ痛感視試験対策をやっている自分がもしいるとしたらどうでしょう多分嫌ですよねですからこの時期もう間際で正直不安でたまんないできればもう1年先延ばししたいなんていう気持ちがあったとしたらそれは今年合格できません。 なのでこの時期はしっかりとですね踏みとどまっていやそんなもう不安なんて言っている暇ありませんのでぜひ、我々フォーサイトの教材をしっかりと使いこなしてマスターして合格を勝ち取ってください。それが皆さんの,この残された期間にえ取り組むべき最優先事項ですからえその部分、しっかり意識して必ずや合格そのご連絡を皆さんからいただくことを心待ちにしています。 皆さんの合格を私どもフォーサイト一同確信しておりますので自信を持って取り組んでいただきたいと思います。以上、私からのメッセージでした。